皆さん、こんにちは。トレンドリアです。今、韓国では日本ブーム。たくさんの韓国人が日本に遊びに来ていますが、中にはなかなか日本に遊びに来られない人も。しかし、そんな人のためにも、また日本大好きな人のためにも、実は韓国のコンビニでも日本のお菓子などが売られていることを知っていますか？そこで、今回は韓国のコンビニで買える韓国人に人気な日本のお菓子をご紹介します。これまで紹介した韓国人観光客の人気の日本のお土産のラインナップには上がらなかった意外なお菓子も登場。ぜひ最後までチェックしてください。それでは早速見ていきましょう。ブラックサンダー。こちらは韓国ではセブンイレブンで販売されていて、常に人気商品の一つなんだとか。日本に来た時のお土産として人気なのはもちろんで、常に人気な日本のお菓子です。セブンイレブンオリジナル商品。韓国のセブンイレブンでは、ラングドシャ、チョコミルフィーユ、ホワイト、チョコラスク、バナナチップスチョコが販売されています。韓国人がよく飲むアイスアメリカーノにぴったり合うお菓子で、とても人気商品です。セブンイレブンのオリジナル商品は、日本に実際に遊びに来た韓国人にとても人気で、日本のセブンイレブンに行ったら必ずチェックするという人も多いです。サワー系。やっぱり韓国人と言ったらお酒。日本のお酒はこの日本ブーム中にとても人気の商品の一つで、生ビール、ハイボールに並んで、日本のサワーも今とてもホットです。この3つのフレーバーの中で特に人気なのがレモン味。韓国で買うと少し高値になってしまうのが少し残念という声が多いですが、それでも買いたいと思う韓国人はたくさんいます。韓国人のおすすめは韓国チキンと一緒に飲むことだそうです。このサワー系も韓国のセブンイレブンで購入することが可能です。チョコビ。韓国でも人気のクレヨンしんちゃん、アニメにも登場するお菓子チョコビが韓国でも大人気。特にチョコビのお菓子についてくるステッカーが人気で、集めている人もごちごち。チョコビはコンビニの他に大型スーパーに売っていることもあります。時にはクレヨンしんちゃんとコラボした専用のお菓子コーナーがあったりします。それほど韓国ではクレヨンしんちゃんが大人気。韓国で書かれたパッケージが可愛いですよね。逆に日本語で書かれたパッケージをお土産で渡しても喜ばれそうです。アルフォート。アルフォートも常に人気の日本のお菓子の一つ。アルフォートは日本語のパッケージのまま売られていて、韓国で見ると若干高級チョコレートに感じますが、韓国に行った時に急に見かける日本語に安心感を覚えます。韓国では GS25 で購入することができます。 GS25 ではアルフォートの他に北海道ミルククリーンも人気商品です。このミルクプリンですが、コンビニで買えるクオリティではないと一時期話題になりました。きなこ餅。これが韓国で買えるの？と驚いた人もいるではないでしょうか。実はこの商品、韓国の無人コンビニ行くとよく見かける商品です。最近の無人コンビニはグローバル化していて、韓国のお菓子、日本のお菓子の他に様々な国のお菓子が買えるところが増えてきています。きなこは美容効果も期待されていて、韓国でも人気で、実際にカフェでもきなこ味のドリンクなどが販売されていたりします。その他、きなこ餅の他に黒豆せんべいなどの日本のお菓子も置いてあったりします。いかがでしたか？今回は韓国のコンビニで買える韓国人に人気な日本のお菓子をご紹介しました。お菓子系は特にチョコレート系が人気で、日本からの手土産で持っていても高確率で喜んでくれます。近年、韓国のコンビニでも日本の商品を見かけることが多くなってきたので、これから韓国のコンビニでも日本の商品が増えていくかもしれませんね。また、日本のコンビニでも韓国の商品を見かけることが多くなったり、韓国フェアをすることも増えてきましたよね。トレンドリアでは最新情報をいち早くお届けしていきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。